はい、どうも皆さんこんにちは。今回はアラホールでアライグマが捕獲されています。こちらは新作アラホールになります。昨日一昨日餌を入れて設置しましたが、見事に捕獲ができました。今から電気止め挿し器を使用して捕獲したいと思います。では電気止め挿し器の解説に移ります。はい、それでは今から電気止め挿し器を使って捕獲したいと思います。まずインバーターを用意します。でこちらがバッテリーです。バッテリーの残量を確認します。3本ですね。約3本ランプがついています。そしてこのバッテリーとインバーターのソケットをつなぎ合わせます。はい、つなぎ合わせました。そして通電確認を行います。インバーター側のオンオフのスイッチをオンにして反対側にすると、こちらが青色に点滅します。この時は通電 OK です。通電ができています。切ると消えます。赤ランプの時はダメです。青になったら OK です。で通電確認を行ったら一旦電源を切ります。それでは捕獲現場に行きます。はい、まず電気止め挿し器側のここの手元のスイッチがキリになっているかを確認します。キリになっています。キリになっていることを確認したら、コンセントにプラグを挿します。そしてアースクリップを箱穴につけます。はい。そしてインバーター側のスイッチをオンにして、オンになりました。この手元のスイッチを箱穴に入れてから入れます。アライグマは、こういうものが近づくと噛みつく習性があります。入れます。今スイッチをオンにしました。今通電されています。でこの時は箱穴に近づかずにそのまま待っておきましょう。小動物は電気が流れにくいので、まあ、数秒待ってからスイッチを切るようにしましょう。はい、結構時間が経ったので一旦切ります。はい、電源を切りました。手元のスイッチを切ったので電気止め挿し器を抜いてアースクリップを外します。この時にインバーターのスイッチもオフにしておきましょう。はい、そしてこのソケットは必ず抜いてください。このソケットを抜いておかないとバッテリーが勝手に消費されます。これは必ず抜いておきます。ではこれから止め挿し、今瀕死状態なので最後に止め挿しを行ってから回収いたします。では止め差しに移るので一旦カメラを止めます。はい、今回は箱穴の近くでアライグマを捕獲しました。小動物でも太田製作所の電気止め差し器は使用可能です。ぜひ概要欄のリンクからお問い合わせお待ちしております。今日もありがとうございました。アラホールが新しくなりました。さらにバネが強力になりました。でバネが強力になって握りにくいのをここにカバーがついてこう潰しやすくなっています。でこのアラホールはメッキ加工がしてあるので高級感のアラホールになっています。セットするときは必ずこういうマイナスドライバーを使ってこの棒のところに当てて、これを差しすぎると動かないので、まあ、マイナスドライバーの先端らへんですね、この辺を当ててこう下げてトリガーをこう引っ掛けます。でこれはまあ結構何回も練習してるんでやってできるんですけど、まあ、昨日ちょっと練習した女性スタッフにやってもらいたいと思います。まずこのバーを起こします。でマイナスドライバーを入れてで下げます。で親指でトリガーを押してマイナスドライバーを外すと簡単にセットできます。